総計の英作文むっちゃむずいです。ポイントはここです。法学部はねこれちょっとめんどくさいんですよ。まあ想像力や発想力を鍛える方法っていうのは何といっても慶応経済の英作文に関しては引用ですよね。そうで始まりました、むちゃチャンネル。さあ、今回は平田哲也、どうも、早稲田音楽塾代表の平です。もっこり森哲くん、なんでや、はい。いや、今日はですね、もう素晴らしい、もう向こう数年間残る素晴らしい動画を作りに来ました。お、聖杯戦争ですか。そうですよ。何が聖杯なの早慶合格が聖杯なんだけど、ね、はい、え、俺は擦りませんよ、はい、早慶の英作文を勉強しようと思う方、はい、全てが見るべきだし、見たら持ち帰るものがある動画、なるほど、早慶英作文攻略完全版という動画を作ります。めちゃめちゃ力入れて調べてきましたんで、はい、それを今回一緒に作っていきたいと思います。はい、わかりました。はい。まずですね、皆さん、英作文を出す学部っていうものをまずご紹介したいと思います。はい、こちらになってます。負荷が小さいものから大きいものの順で紹介していきます、うん、一番負荷が小さいものが早稲田文学部文化構想学部、そして負荷が中くらいのものが慶応文学部、負荷が大きいものが早稲田政経、早稲田法、早稲田国際教養、そして慶応経済、この4つが負荷が大きいかなと。つまりまあ自由英作ってことですね。まあまさにそういうことです。まずは負荷の小さい早稲田文学部文化構想学部、昔はね40ワーズぐらいね書かせられる一段落を一文で要約する問題だったんですけれども、まあそれが変わってね、もう最近は文頭にね導入部分が設けられて、でこれに続く形で要約を完成させなさいみたいなね、これはまず間違いなく、まあいろんな動画でも僕言ってますけど、こう入試問題作ってる人たちが採点が大変だっていうことで、回答の答案がねできる限り一通りに近くなるようにそうしたんだろうなと。まあそうですね、その前まではだってもう一文で書けなさいって言ってね、こうパッとつけて、そうをつけてみたいな、そういう回答、なんならもうセミコロンとかまでつけちゃったりとかしてね、そういう回答出てて、いや俺そんな風に作ってほしいと思ってないと思うよっていつも言ってたんですけどね、はい、まあさらに言うとほら in your own words の定義なんかもね、単語以上同じ文章の中と同じ語句をつなげちゃいけないよみたいなのとかがね、であと何よりやっぱり4ワーズ以上10ワーズ以内ってことですから、うん、I am a boy でも4ワーズですからね、うん、なのでまあよっぽどね内容を外さない限りみたいなところはあるんですけど、ただやっぱ怖いのはこうなってくると結構受験生の得点取り方が予想配点が昔のスタイルだったら8点っていう風に早稲田がオフィシャルに発表してたんだけど、まあ今のスタイルのままで8点はないだろうと、まあ大体せいぜい5点ぐらいじゃないのっていう風に予測してる予備校講師が大半なんですけれど、まあ僕もそう思ってて、ということは内容をまるっきり外しちゃうともう0点になっちゃうし、取れたらもう5点満点取るし、まあちょこちょこなんか文法的ミスが出るのかもしんないけど、4ワーズから10ワーズの中で文法ミスたくさんすることが逆に難しいと思うから、取れる人はボンって取るし、取れない人は0点とかになりかねない、ちょっと怖い大問にはなったなっていう感じではあるんですよね、うん、なるほど。結構難易度にばらつきがあります。文学部文化構想学部の大問5番の難易度を決定づける要因ってまあ2つあって、まず1つはやっぱ本文の抽象度合いなんですよね、うん、本文の抽象度合いが高いとこれやっぱり受験生言われてることがわからんから、どこ抜いていいかわかんなくなっちゃうんですよね、うん、その基準として皆さん2023年の早稲田文学部の5番見といてください。フロイトの哲学的思想に対するね話がなされてる文章なんですけど、むっちゃむずいです。このレベルが出たらもう早々に引き上げてもう0点でも構わないと僕は思ってます、うん、まず無理です。このレベルに匹敵するかどうかみたいなところは皆さんの肌感覚で必ず持っておくこと、そこがまあポイントなのかなと思います。であと難易度を決定づけるポイントのもう一個として、文頭の導入部分、あそこがね情報がさらっとしてるか、もしくはある程度ちょっとなんかこう予測が立てられそうなボリュームというか内容で構築されているかっていう、ここでも結構難易度は変わってくるのかなと。要するに導入部分がある程度分かりやすくてはっきりしててたりするとこう抜きやすくなるんですよね。本文のどこの部分がなんか最も大事なところになってるかとか、あるいはまとめるべきポイントがある程度こう絞れたりするんで、この次第で結構まあ難易度変わってくるかなといった印象です。続きまして慶応文学部の話になっていきます。まあここはね設問のラストにまあ和文英訳が1台出てくるんですよね。この和文英訳の難易度としてはまあそんなにボリューミーではないです。まあ皆さんが和文英訳の問題集一冊でもやっておけばまあ必ずこのくらいのはできるようになるでしょうみたいなレベル感ではあるんで、予想配点が150点中20点になります。意外と大きいです。ここ慶応はね圧倒的に第一志望率が多いんですよね。やっぱり次第宣願者って英作文の対策
策って微妙なんですよ、やっぱり。だからここ差をつけるチャンスになるんで、必ず軽文第一志望の人はやっておいてほしいかなと思います。まあ10分ぐらいで時間はかけてやってもらえたらと思います。どうですか森哲先生、対策しないでも解ける？だって A 尺文ですから、うん、必ずあるんで本文中にその表現が。なんでそこを見つけてくるんで、まず最初に先に絶対これ設問が最初に形容の文って載ってるんで、そこでまず最初に見とかなきゃいけない。もう絶対これ同一しがちである、うん、出てるはずなんで本文中にもう分かる。それを見つけてきます。で、あとは単語変えればいいだけなんで、で単語は辞書持ってるからですね、和英辞典見て見つければいいんですけど、ポイントはここです。訳を見つけるときに解釈しなきゃいけません。1個の日本語だって複数の意味が英語にした場合に出てくるんで、その中で正しい訳、正しい英訳を選ぶっていう作業が必要になります。間違いが多かったのは、技術をテクノロジーと訳すのかスキルと訳すのかっていうので多くの人が間違ったりとかしたことがあります。その辺気をつけないといけないですね、はい、慶応文学部ですから私、東進でも担当してたし。早稲田政治経済学部、こちらはね、オフィシャルに配点がもう発表されていて、配点が15点分あります。政治経済学部の総合問題の大問3番で出てきます。まあ、こちらね、なんてことはなくって、我々予備校講師が見ると、あ、なんか旧型と同じボリュームだなと。で、回答欄の大きさも15cm×15行なんですよ。これってまあざっくり言うと100ワーズから120ワーズぐらいかなという感じなんですよね、かけるボリュームとしてね。まあ難易度も標準的で、自由作文の問題やってたらまあなんか見たことあるなみたいなテーマがまあまああるのかなというところなので、対策は割としやすいんで、でまあぜひね、まあこの辺はあんまり臆せずにね、向かっていっていただけたらなと思います。はい、続きまして早稲田法学部に行きたいと思います、はいはい、で早稲田法学部はね、これちょっとめんどくさいんですよ、少し話が。まずね、自由英作文自体は60点満点中せいぜいまあ5、6点ぐらいだろうというところなんですけども、自由英作文の1個前の大問がね、ある程度こう年によってね、内容が変わりがちなんですよね。23年なんかは大問が1個増えたりとかして、レストランの予約を30ワーズぐらいの英作文を自分で頭で考えて必要なことを盛り込んで書いてくださいっていうようなね、こう英作文がまあ大問2個になったっていうところがあるんですよね。だからまあ予想される配点としてはまあ10点かもしくは10点ちょっとぐらいのところかなというところなんですよね。基本的にもう今の和製法の自由英作文はビジュアル提示型というふうに僕は呼んでるんですけれども、これ結構難しいです。おばさんと鶏がなんかすれ違ってて、おばさんがお家に卵を持って帰ってる一方で、おばさんの家からは赤ちゃんが鶏によってさらわれてるみたいな、これで何を想像したらいいんだろうみたいなところとかがね、想像力ないと答案作るの難しいだろうなみたいなビジュアルが割と散見されるんで、まあ想像力や発想力を鍛える方法っていうのはもうこれ一通りしかなくって、やっぱりいろんな問題スタイルを知ってるっていうことなんですよね。だからまあ早稲田法学部の過去問とかの回答例とかをいろいろ見たりだとか、他のね現代文の文章とか読んでる時になんか知識が豊富になってきたりだとか、まあそいつの知識量とかなんか見てきたものとかに発想とか想像って土台となってね、こう由来されてくるんで、総合的にトレーニングしていってもらえたらいいのかなというふうには思いますかね。回答欄が19cm×9行です。まあ100ワーズいくかいかないかぐらい。その A 出てきて、 A について何も触れない回答とかめっちゃいっぱいあるんで、うん、I agree とかで始める人いっぱいいる。何にアグリー、何にアグリーしてんのあなたは。描写って難しいんですね。漫画描写って英検にあるわけですよ、スピーキングに、うん、みんながすごく苦手なのはそれですからね、うん。ではね、次に早稲田国際教養、ライティング分野とリーディング分野で分かれてるんですけれども、ライティング分野の大問1番と2番ここが英作文になってます。で、ライティング分野の大問3番は、まあ、日本語要約なんですけれどもね。ライティング分野の大問1と大問2番で、まあ、予想配点が、おおむね15点以上20点以下ぐらいのところだろうな、というふうに予想されてます。1番が、これテーマ型ですね。ドッジボールは禁止すべきかどうかみたいなのとかね、はいはいはい。うん。こういったもので、15cm×10行ぐらいで、さっきのね、早稲田政治経済学部が、まあ、15cm×15行で、120ワーズぐらいみたいなことが言われてた中で言うと、まあ、せいぜい 15cm×10行だと、まあ、80ワーズ程度とかになってくるのかなっていう印象ですかね。次に大問2番がグラフ読み取り型と呼ばれるもので、まあ、グラフが与えられて、でそれに対してまあ15cm×12行与えられてるんで、まあ、これまあ100ワーズぐらいで書いてあげたらっていうところですかね。情報量も多くてね、グラフの中に、うん、普通の英作よりもだいぶいろんな情報が入ってるので、うん、まあ、それの取捨とかも難しいだろうなっていうのが国際教養の印象、うん、設問ちゃんと読むことは大事ですので、ただただグラフ描写すりゃいいとかっていうだけじゃないですからね。グラフを見て聞かれたことに答えるっていうね、こんなのもう生徒たちの回答を見なくてもどうせ違った回答を書いてる人がいっぱいいるっていうのはすぐに分かる、うん、問われたことに対してこんな風に答えたことないんで、どうせ間違った回答がたくさん出てくる。
そして最後に慶応の経済学部の大門5番ですね。なるほど、経済学部、まあ一昨年まではね、4番が和文英訳、会話を和文英訳する、で5番が自由英作文というところで、まあ、慶応経済の特徴として大門が連動しているっていうのがすごく面白いというか、その最初の2つがつながっててこれが違うってなってて、うん、で自由英作ではこのどっちかを選べってなってる、うん、1番と2番が相違う、うん、意見みたいなね、そんな感じですよね。配点が本当に気をつけないといけなくって、一昨年までだとオフィシャルで発表されてるのがライティング部門が配点110点あったんですよ、この4番5番だけで。意外とリーディングの方がね、権威がなかったというか、110点もね配点があったらもう作文で決まっちゃうじゃんみたいな話になっちゃうんですよね、まあ、だから実際森鉄イングリッシュライティングの方でもね、やっぱり慶応経済が一番人気だったりするというところでね。まあ、毎日のようにやってますよ、うん、これもう添削書でしょうね。これね、まあ少し問題の傾向が変わったんですけど、一昨年までのスタイルだと森田先生はかけて20分ぐらいかなっていう風におっしゃってるんですよね。だけどこれはまあ僕は慶応経済からのちょっとメッセージだと思って、大門4番を、まあ、ある程度シンプルな内容一致にしたことによって、慶応経済がちょっと時間厳しかったかもしれないけど、もうちょっと時間あげるからしっかり書いてごらんみたいなメッセージだと思ってて、可能性としてはちょっと大門5番の配点が、まあ今までは70点だったんだけど、もうちょっと得点が与えられて70点以上100点以下ぐらいのところまで配点がグッて引き上げられた可能性は高いかなと思ってます、うん、ただ対策としては大門5番これを先に見ておくことですかね。そうすることで結構、まあ、リーディングの方で書かれているトピックが分かっちゃうんで、まあこれはもううちのね予備校業界では、まあ、まあよく言われる慶応経済対策なんですよね。まあ今回はねとにかく新形式だったんで、うん、まあ、最初の表紙に新形式だって書いてあったんですけど、それによってもう時間足らなかった人はでも続出したんで、うん、何やったらいいんだろうみたいになっちゃってね。慶応経済の英作文に関しては僕はほら日枝先生とね、あとまあ森哲くんとね、慶応合格塾の英語部をねちょっとこう立ち上げるということで、ね、英語部、英語科ですね。今小論文の方だけでやってるんですけども、これが結構まあまあね人が来てくれてて、これだけ人気慶応あるんだったら英語の方がやっぱりより人気があるわけだからやろうかと。まあ日枝先生って言ったらもうこのね角川でね慶応をね過去問作ってたような人ですから、うん、まあ日枝先生なんかにもすごく意見を聞いて今日の動画なんかも撮ってるんだけ ど、 まあ慶応経済の5番の英作文は正味こう回答欄のデカさからするとマックス300とかまでかけてもおかしくないぐらいあったりするらしいんだけど、でも時間的に多分かけるのはせいぜい150とかなんだけど、150だとさすがにちょっと少ないから、まあやっぱり200目安かなみたいな、なるほど、うん、っていうところでまあおっしゃってましたがね。なんといっても慶応経済の英作文に関しては引用ですよね。はい、森哲くんがやっぱりいつもなんか生徒の答案添削しながらうるさく言ってるのが引用がずれてるみたいなね。そう引用ってマジでできないです。こんなに難しいんだって思うぐらい、やはり普段から引用という概念がないというかね、まあ、4秒引用しただけでブチ切れられる国ですから、はい、確かに、はい、そうですね。その引用した部分と自分の書いているもののつながりを見せないといけないのに、全然つながりを見せられない人が多いです、ね、ただ書いてる、なんでその引用したのっていうのが分からん、まあ、例えばだ経済の場合だったら相手の意見、自分の意見と違うものも書きなさいっていう時があったりとか、相手と両方こう引用していい時とかがあったりして、それでこういう人もいるけどこういう人もいるってただ2つボンボンつって書いてるだけとかね、そんなのもう何のための引用なのかさっぱり分かんないんで、なんでその人を引用したのか、確かにこうこうこういう人もいる、例えばって言ってそれでねこう出すんだったら分かるけど、こういう人もいますドン、でもねこういう人もいますドン書かれるだけで、それ何のための引用なのか分かんない、うん、引用っていうのがどういうことなのかっていうのをやっぱり理解していくためには、まあもちろんその土台となる国語力みたいなことも必要になってくると思うんですけど、まあなんかこうやっぱりいい模範解答とか添削を行われるっていう、まあ引用ってどのくらいのことをすることなのかっていうのとかやっぱり体で分かっとかないとなんかできるようにならないのかなという印象なんですけどね、うんうん、僕らが引用するときっていうのはまさに情報を言う、相手にこうじゃないかって突っ込まれたら嫌なんで、うん、確かにでこうやって権威のある人はこんなことも言ってますけど、うん、でもねっていう時に使う、うん、そしてあとは自分の意見を強める時ですよね。そうね、もうそれはね鉄板ですね。そうこうこうこうだと私思いますし、この人も実際こうやって言ってるとか、まああと自分と同じ考え方の人の場合は引用しなきゃいけないっていうのがあるので、で実際だ論文そうやって書く人間、ね、うん、大学の卒業論文なんかもね参考文献とかね引用とかやっぱりそういうのねたくさん持ってこないといけないですからね。そうやって書くものなので、僕からすればその意見がもう本文中に書いてくれてんだから、うん、めちゃめちゃ楽な試験じゃんって思うんですけど、引用ができませんってみんな言うんですよね。そうね、まあそういったものがねこうできるようにね慶応合格塾英語科をちょっと立ち上げていきたいなと思ってるわけですよ。
よ。慶応経済なんかもうめっちゃターゲットになるようにね、うん、ちょっとこう3人で作っていきたいなと思ってますね、はい、で森鉄イングリッシュライティングもちょっとこうねグッとね入り込んでやっていきたいと思ってますんで、ぜひ皆さんねそちらの方も重ねてね今回の動画と一緒にねお楽しみにしていただけたらと思っております、はい、ざーっとこう負荷が小さいものから大きいものまでガーッとねもう総じてねある程度の対策だったり時間配分だったり配点だったりとかね、はい、ちょっとしたコツなんかも話したりしながらやってきました。まあねこの動画がねぜひねこう皆さんの役に立つことを願っております。ぜひ高評価チャンネル登録を忘れなく、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my team.